えー、皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、小関啓一でございます。えー、今日も始まりました。えー、小関啓一、K マラソンでございますな。なんかあの、えっとですね、今日はですね、あの、11月19日の、えっと、午後4時でございます。ちょうどマイルチャンピオンシップが終わった時期でございます。あの大変申し訳ございませんでした。まずね、大変申し訳ございませんでした。ね、あの、 スネルマイスターが突っこけてしまいまして、えっ、ー、と、思いっきり外れてしまいました。すいません。本当に申し訳ございませんでした。本当にあの、ね、まあ競馬やってればね、こういうこともね、あり得るんですよね。ずっとね、やってたらね。なかなかね、あの、こう、全部をね、なかなかね、こう、当て当て,ていくっていうのはね、意外に難しいもんで、ね、あの、 裏,裏の裏がある裏が。うん、だってあの大体さ人気になったらさ大体その通り来るのがあれなんだよ。世の中の常なんだけど競馬とか競輪とかボートレースとかオートレースってこうやって穴馬が来るでしょ穴が。ね穴がねだからね正直ねそうなった時が怖いんだけどただ一つね俺は、ね、言いたいのは あの、メインレースの前の、土曜日はなしですよ。日曜日のメインレースの前のレース。要はあの、東京10レースとか、京都10レースとか。これの3連単が10万とか20万の馬券だったら、大体いい次のレースはガチガチなんですよねで。で、僕はあの、今回のマイルチャンピオンシップの京都10レースの結果、僕見てなかったんですけど、 多分あの、安かったと思う。うん。で、多分安かったから、ルメール、まあ、ルメール騎手はね、もともとね、あれはシルクレーシングが、の勝負服がね、あの、似合ってるから、サンデーレーシングのね、あの、勝負服はあんまりね、っていうことで、多分続けて、<laughs> いや、それはないと思うけどね。ただ、あの、ナミュールはあの、キャットファームなんでね、うん、結局ね、あの、 まあ見落としてたなっていうか、うーん、いや、もうどっちかでしょうだよね。もうこの、このレースはもうどっちかでしょう。スネルマイスターか、ねえ、あの、セビ、セフィロスじゃねえ、あの、セフィロスじゃねえ、っ、ね、けセリフォスか。セフィ、セフィロスじゃ、あの、ファイナルファンタジー7でね、セフィロスはね。セリフォスか、スネルマイスターだろうってなるよね、どう考えてもね。 ナミュールはちょっと恐れ入ったかな。まあ、キャルトファームだけどね。うん。まさか16番が来るな。<laughs> とりあえず、あの、ね、言い訳をしてすみませんでした。申し訳ございませんでした。<laughs> ということでね、今日の発表も始めました。競馬予想でございますね。えっとですね。 11月22日、その他競馬場で行われます、えっと、兵庫ジュニアグランプリ G2 ということで、ね、まあ JPN2 ということで、これあの、なんだっけ、あの、あれそうこれあの、東京大商店じゃなくて、あの全日本に最優秀、ね、あの川崎競馬場で行われます、全日本に最優秀へのステップレースでございます。 ということで、僕はね、ささ、あんまりね、あれなんだけど、あんまりあれなんだけど、あの、里のフェニックスと、イーグルノワールから行きたいと思います。まあ、正直ね、あの、まだね、2歳馬だからね、あの、ちょっとね、あの、まだ力の差ははっきりしたいんだけど、一応 JRA をね、走って、まあ、地方競馬に参戦ということで、あの、もうね、あの、格段、格別に違うっていうわけじゃないけど、一応この人に。 で、買い方は生まれ前と覚悟役で、手ですね、ってことね。あの、マルチャンピオンシップで捨ててになったんで、兵庫グランプリはこれでいいかな、みたいな。ね。多分、あの、大してつかないですね。僕もね、あの、人気馬ばっかりね、言ってね、あの、ね、人気馬ばっかりね、言っちゃってますけどね、あの、あの、 方競馬はね、正直ねあの、はっきり言って、まあ、二歳戦だからね、これ、二歳戦だからあの、あんまりね、力の差はね、はっきりしないんだけど、あの、東京大賞典とか、帝王賞だったら、まあ、この間、あの、キングス・ソードが勝ちましたけどね。<laughs> ねあの、JBC の時もね、ちょっとね、あの、僕は、あの、ね、あの、帝王・ケンズと、あの、ね、名ハリオから行きますとかっ,つって。 キングストーンが来やがったみたいなね。<laughs> そんな感じなんですけど。まあ、あれもね、正直ね見落と、見落としてたっていうのもね、あるんですけどね。ただ、あの、二歳戦はね、こう、まだね、力の差がね、はっきりしてない時でにね、小競馬の馬にも十分勝ちのチャンスはあるんですよね。うん。だけどね、あの、うーんと、まあ、単なる競争成績で言っちゃえば、 あの,のフェニックスとイーグル・ノワールはとりあえずあの JRA の、まあ、昔で言ったら一生クラス500万した一生クラス、うん、昔で言う500万した一生クラスのレースを勝ち進んでこのレースに上がってきてるんでこの2頭はね正直僕はね最後の直線で この二トンが競り合ってね、どっちかがね、あの、ゴールする。まあ、生まれまれていけば、ね、あの、この二トンが飛び出せば、ね、もうよっしゃよっしゃなんだけど。なんか、そんなようなイメージが浮かびました、頭に。うん。ほんとか早かった感じ、ね。一番、一番とかどうなんだ。ね、あとは、あの、KO 杯2サイスからね、来た組とかね。 いますけども、まあまあでも芝居やってまだねまだでも2歳馬なんでねちょっとねまだ分かんないですけど芝居やってだとまあもちろん走んないことはないですけどね芝居やってだとやるっていうのはね走んないこともないけどちょっとなこの時期になってだんだんやっぱり2歳線でもこの時期になってくるとちょっと時間差が出てくるかなって考えた時。 やっぱり生まれ持ってたあとね、あの走ってる性質を持った馬の方がね、一応強いということで、とりあえず、あの、まあ、プラタナ師匠とヤンボ師匠一着、一着同士になった、ね、あのこの2頭で、ね、あの一応行ってみたいなと思います。本当に、あの、すいませんでした、マニチンチャンシップは、ね、もう、道中、もう、 スネルマエスさんが B ツだったんですよ、道中。向正面で用いドんで走った時に。もう、どこにいるって思った時、一番最後尾いるから、ああ、ダメだと。僕はもうそこで諦めました。ああ、ダメだと。届かんねえわ、これ。いやいや、やってくれたよ、ほんとにもう。残り時間ちょっと口出してください。あの、でもあの、ジャパンカップは僕、あの、ここだけの話だけど、 ジャパンカップは、あの、リバティーアイランド。ねイグイノックスはまあ、多分来ると思う。で、あとね、タイトルホルダーとね、ドウデュースがどうなるのかだね。うん。あとは多分いらないと思う。だから、あの、イグイノックスとリバティーアイランドと、スターズ・オン・アースとタイトルホルダーとドウデュースの後藤立てですね。あの、ジャパンカップは、ね、多分この後藤立て。てあとはもう数合わせ。<laughs> ね。ここみたいなもんだ で、その中で僕は一応、リバティーアイランド、スターズ・オン・アースをしてみたいんだけど、前足、前足痛めてね、天皇賞をね、あの、会議してるから、ちょっとね、本調子になってるかどうかわかんないんでね。一応、あの、リバティーアイランド、ね、あの、イグイノクスもいいけどね。うん。いやー、ちょっと待って、でも、あの、マイルドチャンピオンシップ飛んだから、ジャパンカップは来るかな、多分。 ジャパンカップは多分来るかな <laughs>。ということで以上、あの、今日の競馬予想は、兵庫ジュニアグランプリの競馬予想でございました。ご視聴ありがとうございました。いきもり、いき終わります。時間なんで終わります。ありがとうございました。すい <laughs> ません。